はい、どうもこんにちは、ボブテッペイです。皆様お気軽にボブちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。さあ今回なんですけども、5倍釣れるスモラバということで8月バージョンでお送りしたいと思います。コスモのこれは 2.5 ですねに、トレーラーがドライブビーバー31、いつもねディトレーターとか使ってるとは思うんですけど、まあねこのぐらい8月なんでトレーラーにパワーがあった方が、今朝一なんですけど魚がね発見してくれるんで、まあこのぐらいパワーのあるトレーラーでまずはやってみることをお勧めします。さあ毎度毎度なんですけどね、まずね不用意に、ね、近づかない。はい。でね、最近虫ワーム編を見た方は分かると思うんですけど、こっち側ね虫でやりました。なんですけども表層しかねやってないんで、今回ねスモラバで中層そしてねボトム、そこまでねやっていきたいと思います。はい。ね、不用意に近づかない、まあ3メーターから5メーター離れて釣るということですね。そして2倍目ね、足元から釣りましょうということです。ということで、虫でやった時ね向こうがちょっと浅すぎたので、まずはそこの杭からで、ベイトタックルであったりとかベイトフィネスタックルがおすすめです。でシェイクのね幅をねちょっと見ていただきたいんですけど、もう 2、3センチぐらいでこうちょん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 ってこうゆっくりねこうスモラバをこう落としていきます。スプールにねこう指をこう乗せて軽く乗せると、シェイクするたびにこうスモラバがねちょん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 落ちていくんで、こんな感じで足元ね、まあ自分のねスモラバの腸からをね見ていただくと分かると思うんですけど、ほとんど足元っすとか、ベジテーションカバーの真下とかなので、やっぱりねルアー的に向き不向きがあるんで、特にねこういうところでのスモラバ強いんでね、ぜひともねスモラバで釣ったことないっていう方はまずはこういうところからスモラバでやってみるといいと思います。まあ、足元なんでね遠くに投げる必要もないし、ピッチングさえできれば、これなんかねアルファス SVTW なんですけど12ポンドラインです。80メーター巻いてますなんですけど、 2.5 グラムのスモラバで、そしてドライブビーバーというねトレーラーが重ければ十分投げれるんで、こういう船と岸寄りの間、もうここはもう完全スモラババです。もうスモラバがもう超なんだろう発揮する場所ですね。こうやって足元をしっかりね攻める。で今こうドライブビーバー3インチ、使ってるんですけど、これね結構ジグストといいますか、すごくこうワームがねフレシキブルっていうんですか、よく動くんで、なのでこうジグストっていうんですかね、こうお尻をこうワンワンと上下運動させてこうやることもできるので、まあ、なんですけど、まずはねこう足元で足元ね投げました。こっから、ね、あっちまではもうとりあえず岸寄りに近づいても大丈夫かなっていう感じなんですけども、それでもねちょっと水質を見た感じ少しねクリアなんで、まあ沖にもねいるかもしれないです。はい。なので3倍目、いつもと同じですけど遠くに投げないね、5メーターから10メーター以内をしっかり最初は釣る、まあ、これもですねクリアウォーターのねフィールドだと5メーター10メーター先がクリアで丸見えだったりするんで、そういう時ね魚が見えないと思うんですよ。いなければ、なので魚がいなければなんだろう、もっと遠くに投げて釣りしてもいいと思います。でねスモラバのアクションなんですけど、まあ、こんな感じですね。僕はちょん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 、でもしもそのボトムになんか沈んでて、なんかこうすごい魚がついてそうな岩だなとか枝だなとかあったら、そこで一点シェイクとかしますけど、だけどそこで止めて一点シェイクまではしないかなっていう感じです。こうゆっくりこうちょんちょんしながら手前に動かしてくる感じですね。そう、最近のねバスもう特にね頭がいいんで、止めちゃうと見切るんですよね魚が。なので止めるにしてもバスの目線より上とか、じっくり見せすぎちゃうとなかなかねこう食わせられなかったりするんで、とにかくねこうどこでどうやってこう魚に見せるかっていうのがね重要だったりします。そしてねあとねこういうベジテーションカバー、こういうのもねスモラバ得意なんで、ただ奥にぶち込みすぎちゃうとカバージグと違って引っかかりやすいんでね、それだけはちょっとやりすぎないでください。そうすると帰ってくる保証がないので、
はい、ね、こんな感じで、まあ、そこからここまででしたけども、まあ、いきなりね岸寄りに立たないで、足元から5メーターから10メーターをね積もら場で探っていました。これが3倍ね、しっかりね釣れそうな場所を見つけたら、ここまでちょっとね丁寧にやってみていただくとそのうち釣れると思いますので、はい、で3倍目はね観察ですね。とりあえずまあこの手前ねこんだけ打って魚の反応がありませんでしたってことは、やっぱり沖についてるベイトなのかなと。結構ね沖にベイトフィッシュがたくさんいるので、そういうところなのかなといったところですよね。であとねちょっとベジテーションが浅いと浅いのでそこまでこうバスが奥に入ってなさそうなんで、するとしたらそこのベジテーションの張り出しですよね。そこに直接入れてみて、まあ、誘ってみて、そこでまあ釣れるかなっていう感じですよね。はい、観察もしました。次はアクションですね。まずはねシェイク、シェイクはね結構細かいっす、ね、特にね足元とかこういうカバーについてる魚を誘うときは結構こんな感じでシェイク細かいっすね。でこうスプールを見ていただくと分かるんですけど、振り落としといって細かくシェイクしながらこう徐々に徐々にこうあのレンジを下に落としていく深さをね。お、今来たかもしれない。ちょっと今来たかもしれないね。プンって今引っ張られたけど、そう、そんな感じでね振り落としっていう。で特にこういういかにも魚いるでしょってところは細かく細かくねあのレンジを落としていったらいいです。まあそのスローフォールですね、ワームのスローフォールにしか反応しないような魚に対してこうアプローチできるので、ね、こんな感じ でここの場所なんかはね逆バンドほんとここら辺しかないんで魚がね集中しているとは思うんですけど、だけど釣ったことないです。ここはねまだ下流のは釣れるような気もしてますけど、エントリーしやすいんでねここでやってます。さあねシェイキング、であとはもう当たり前ですけどズル引きですね。遠くにショーン投げて、でこれはもうね手前に魚がいなくてもうダメだこれやってる時ですね。もうどこいんだよ分かんないよっていう時はこうズル引き。もうこれはねあのもうどのルアーでも同じだと思います。特にねワームとかそういったワームの釣りは特にですけど、こういうズル引き、やっぱりシェイキングってずっとしてると疲れるんですよね。なので本当足元のこういう杭とか船との隙間とかそういうピンポイント以外は意外とあまりやらなかったりします。なのでこうもう何も見えてない時、何をしたらいいかわからない時っていうのはこうもうズル引きもう基本多少ね食い気のある魚だったらズル引きで食ってくれるんで、こういったズル引きで釣れないとなるともうエリアが違うんですよね。釣れる場所じゃないっていうそういうのがあるんで、はい、次はねボトムバンプ、まあ、いわゆるシェイキングの粗い版です粗いシェイキングみたいな感じですね。これをもう最初のやってるんですけど、こうポン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 ってこのボトムでジグストやるみたいな感じです。ジグストでね検索するといろいろ出てきます。ね、まあ、こんな感じでもう最近はねこうやって片手でやっちゃう方は多いですよね。さすがにでかいカバージグになると両手でやらなくちゃいけないですけどね、こんな感じで、はい、これがアクションね。これ5倍目です。でトレーラーをねこういうドライブビューは3-1みたいにこう動きやすいね、こうウィンウィンってこうヘッドが上に向いた時にこういう姿勢になってからで下に落ちるときこうなりますよね。この繰り返しです。でワームがこうブリン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 ってこうなるのがジグストですね。ジグストロープということで、まあジグストの場所なんですけど、まあ、こういうねストレッチカバーがちょっとせり出してたりとかしてるこういうストレッチですね。こういう真下にこう魚がいそうだなってときもう落とし込んでたらラチが開かねえなって時ですね。そういう時はちょいって投げてそこからもうすぐクラッチ切ってこうちょん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 、なぜかねこういう動き好きですよね魚ってね、なぜかわかんないですけど。でまあそういうね美味しそうな動きをねするので、こういうとりあえずドライブビーバーがついてればそういう動きすると思いますので、実際こう
チョイジ投げて、そういうアクション、自分が美味しそうだと思うアクションですね、このアクション魚の目の前でしたら魚食べちゃうでしょっていうアクションをできるかどうか、それをねちょっともう目に見える範囲でこうやって試してみるね。ほんで、あ、これだなこれだなこれだなっていう、あ、ギルみたいな追いかけてきたね、これだねみたいな、これだよこれってなったら超位置投げてね、そう自分のやりたいね推進でこんな感じだなみたいな、で自分なんかもずっとやってきてるからこういう感じでこう動くよねっていうのを想像できるんで、まあ、僕はだけどここまで釣れてないです。ジグストですよね。そうするとやっぱりトムさんとか、で最近トムラバで、ね、釣られてますけど、トムさんのね自作のスモラバでねこうジグストして釣ってると思うんで、ぜひともねそういう動きとかも参考にしていただくとより釣れると思いますので、とにかくね一つだけをね参考にしないってことです。魚はねいろんな人にねもう釣られてるんで、そのいろんな人分だけね魚が釣れたっていう結果があって答えがあるんでね、ぜひともそういうのをね参考にしてください。まあこんな感じですね。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございましたね。ちょっと最近スモラまで釣ってないなっていう方ね、結構ね僕はこれで釣れてたりするのでね、ちょっと最近思うように釣りに行けてなくて、まだ7月魚釣れてないんですけど、ほんとねしょぼい YouTuber なんですけど、それでもね一応ね魚を釣ることができてるので、初心者の方とかね参考にしていただけたらと思います。ではですね、最後までご視聴誠にありがとうございました。ボボテッペことボボちゃんでした。またですね次回の動画でお会いしましょう。バイ。